けた、抜けましたよ、カンスイル後ろからタックル、つながったシュートだ、先制ゴール、ザスパクサツ群馬高井、これ前線3枚のコンビネーションでしたよね、最後は高井が決めました、ここからですけどね、岡田カンスイルには通りませんでしたが、そこに高井がいました、高井選手が右サイドからでしたけどね、相手のスライディングではありましたけどね、まあ、しっかりそのカンスイル選手が関わったっていうところですよね、はい、